説明しよう。花と緑を楽しむデジタルスタンプラリーとは、2022年3月から熊本市で開催される花と緑の祭典全国都市緑化フェアに先駆けて実施されている西区の花と緑が楽しめるスポットを巡るスタンプラリーです。デジタルスタンプを3カ所で獲得して応募すると、抽選で熊本市西区の美味しいプレゼントが当たるかもというキャンペーンなのだ。Thank you.